ヒラ仕様、髪を切った後の独特な癖についての驚きの情報。SNS 上でのファンとの交流も話題に。ナンバーアイでの新たな一歩に期待。ジャーナリストとして、元、キングプリンスのメンバーで、新グループ、ナンバーアイの平野仕様について、彼の最新のインスタグラムストーリーズに関する情報をお伝えします。ヒラ仕様は、 彼の髪を切った後に行う独自の癖について明かし、ファンを驚かせました。平野耀髪を切ったことをファンに報告。2023年10月16日、平野耀は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、髪を切ったことをファンに報告しました。彼は元、キングプリンスのメンバーで、今は新たなグループ、ナンバー I での活動に注力しています。 ファンにとっては、平野の新たな姿やエピソードは大変注目されるものです。続けて、平野は、髪多めに切ったら、絶対やることですしょう。こちら M、というメッセージを投稿し、何かを匂わせる言葉がファンの興味を引きました。この謎めいたコメントに対して、ファンは興奮し、彼の次の投稿を待ちわびていました。毛玉が生まれる平野のユニークな習慣。 平野の次の投稿は、彼自身の髪の毛を丸めた毛玉の写真でした。この予想外の行動により、ファンは驚きと興奮の入り混じった気持ちに包まれました。毛玉は通常、髪の毛が絡まり合ってしまうことで発生しますが、平野の場合は、髪を切った後に恋に毛玉を作る独自の習慣があるようです。さらに、毛玉に愛着が芽生えたようで、 平野は地なる投稿で現場連れてった小笑わら,わらと告白しました。この言葉からは彼が毛玉をどこか特別な場所に持ち歩いていることが伺えます。この習慣は一般的なものではなく平野仕様の個性的な一面を浮き彫りにしています。ファンの反応と SNS 上の拡散。平野仕様のインスタグラムのストーリーズが公開されると ファンからは多くのコメントやリアクションが寄せられました。彼のファンは彼の独自の習慣に驚き、その愛らしい一面に魅了されています。また、SNS 上ではこのエピソードが拡散され、多くの人々が平野のユニークな行動について話題にしました。平野が所属する事務所、トべの YouTube での生配信でも、この毛玉が話題となりました。 平野は東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込み、それを野球ボールのように投げる写真や自分の頭の上に乗せる写真をアップし、ファンを沸かせました。ファンとの交流が彼の活動の一部として大きな役割を果たしています。生配信の舞台裏についても意外にも緊張感はなかったようです。 平野はファンとのコミュニケーションを大切にし、自身の個性を表現する場として SNS を活用しています。ナンバー・アイでの新たなはじめ現在、平野潮は新たなグループ、ナンバー・アイでの活動に力を入れています。このグループでの新たな一歩を踏み出す彼は、ファンにとってはますます注目の敵です。 彼の個性的な習慣や SNS を通じた交流は No.I. のプロモーションにも一役買っていることでしょう。平野紫耀の散髪後の意外な癖についての情報をご紹介しました。彼の個性的な行動や SNS を通じたファンとの交流は彼のアーティスト活動に新たな魅力を加えています。 ナンバーアイとしての新たな一歩を踏み出した彼の今後の活躍にますます期待が高まります。平野仕様の今後の活動にも目が離せません。